げー、ありがとうございます。イエーイ、めっちゃホリデーということで、今日も、ね、届きました。今日はね、なんかね、ちょっとね、何が届いたかわかんないんです、正直なところ。それなんでちょっとボツになるかもと思いながらも撮りますね、まあちょいちょいあるんですけどね。これで何が入ってんだろうと思って、なんかね、多分ね、あ、中切っちゃったな、これ黒。まあまあいいか、こっち切んないでよ、まだ。あ、なんてこれ、お店、お土産屋さんみたいな袋に入ってますね。あ、ちょっとわかったかも。これね、説明書が入ってますね。丁寧につけてくれたのかな。もう全部バレちゃうから、これ切んなよ、切るなよ。切ったらそういう、なんかもう嘘みたいになっちゃうからやめて、切ったかな。よっしゃ、これね、なんかお土産屋さんかな。パリスキーパラス、あ、ほらパリスキーってどうでもいいんですけど、ね、やっとか、ラムテープ、この感じですね。なんか、お、アブアブですね。アブアブに入ってます。さあ、行きましょうか。ね、これ、ダン、ゼゼ、友達コレクション。これ面白いよね。そう、お友達いっぱい作ってね、全然楽しいですよ。で、そう、これな、あ、まず、何が飛び出て、これ、チラシまでちゃんと入ってるんですね。はい。友達コレクション、これは絶対楽しい。で、しかもね、これかなり安売りされてるんですよね。やっぱいっぱい売れたから。ね。お友達100人作れたよね、これね。自分でキャラクターを作ってね。楽しい。今何人作れた？何人くらいいたっけ？70人。そんなにいる？ 70 人？もうちょっとでいっぱいだな。50何人だよ。そう、お友達ね、58人。そう、お友達をね、たくさん作って。ね、キャラクターね、自分で名前つけてね、なんかオリジナルつけて、そう、悩みか、ね、ちょっとなんか動物の森チックな感じで、リアルに出たんでね、そんな感じでね、マンションに、ね、友達を解決したり、お、これね、これ、はい、次、ドーン、ディリッ、これ、ベネッセで売られてたやつですね。チンって鳴らさないと。で、ね、あれです。お勉強のやつですね、4教科。中学校に向けて、開けんなよ。中学校に向けて、みたいな感じです。もう動画撮らざるを得なくなるから、ちょっと待って。はい。あれはベネッセのお勉強のやつです。はい、これは、はい、行きましょう。デリー、これ可愛いやつ、女の子向け。3X のキャラクターですね。3X のキャラクターがいっぱい出てくる。なんか遊園地みたいな、テーマパークで遊ぼう。これも絶対楽しい。なんでしょう、タレパンだからね。焦げパン。あと、みかん坊や。あ、アフロ犬もいるわ。あ、あと誰か、寿司にゃんこだっけ。なんか、よく知ってんね、俺も。ということでね、こんなんがたくさん出てくる、ゲーム。ね。これ絶対楽しいです。鳴らさなくていい。じゃあ、いやー、うるさい。もうこんなんやって、いきます。はい。お値段はこちら、どう。はい、ということで、安いよね。全然安いわ。はい。思わず買っちゃった。衝動買いみたいな感じで。すげえ。バンバン買ってるから。そしたらこれね、開けちゃってっから、ほら、開けちゃった。これさ、あれじゃない？わざわざこんなケースに入れてくれたの。だからわかんなかったの。俺、こんなの買った覚えがなかったんだよな。ほら、送ってくれた人が、開けてくれたんだよ。何これ、ケースに入れてくれたんですね。このね、ケースはね、全然。値段に入ってな。危ない。あんた危ない。ほら、ちょっと、グダグダになるからやめてください。開けましょう。はいはい。ちょっと待ってください。危ないから挟んじゃう。動画が長くなっちゃうから、ね。意味ないところで長くなるから、ね。それじゃなくても動画自体が意味がないみたいな感じなのに。ね、ということで、ちょっと今開けてみますね。はい。ね、これほら、わざわざ本当にそうなんじゃない？ね、わざわざ買ったのかな？使ってなかったのか？これほら。こういうのもね、ちゃんとあるんですよね、やっぱりね。あ、でもこれちゃんと書いてあるわ。偉いですね。ちょっと今撮っちゃいますけど。こちらは、ちょっとわかんない。あーね、透明になっちゃうのかな？こちらは任天堂のライセンス商品ではありません。ちゃんと書いてありますね。で、まあ、
あの、こう、一個ずつ、なんかね、薬の、なんかタブレットみたいなのありますね。これね、裏表でこういうのある。8枚のかな。じゃあ行きましょうか。まず、オープンです。これです。いきます。ででっつ戦闘中あの、テレビでやってたやつ。ね。あの、ドッジボールみたいにして。覚えてる？ボールさ、あの、忍者にぶつけてさ、あの、やっつけるやつ。ね。そんな感じのゲームですね。ちょっと光が影があるかな。はい。これと、別で。あともう一本はこれ簡単です。これね、これが欲しくて買ったんです。これね、絶対面白い。もう間違いないわ。いきますよ。ダレッダーン！これです。来ました。メタルギアソリッド 3D 出たー。これは絶対楽しいよね。間違いないわ。まあ、かくれんぼっていうかね、もうほんと、潜入していくゲーム、ね。これね、欲しくて買っちゃいました。これもう絶対やるしかないみたいなね。3D って何？みたいなね、感じで、買いました。お値段ドーン！というわけで、もうさ、安いよね。しかも、かケースもつけてくれてるしね。はい。何ですかね、わかんないですね。はい。ということで、以上でございます。どうも、東京ともかけーありがとうございました。じゃあ、これ意味わかんないか。はい。以上です。ありがとうございました。わかった。はい、ありがとう。どうも、東京ともかけーホームラン、イエーイ、ありがとうございます。始まったぜー。虹をつかむ男だよ。